聖徳太子さん、後手後手になって追い込まれないと物事を始められない癖を変えるにはどうすればよろしいでしょうか。聖徳太子の癖に。だから追い込まれないと物事を始められないってことは、いや、暇なのよ。あなた。追い込まれるまで間があるってことでしょ？その間は自由にのんびり暮らしてるけど、追い込まれた時本気出して何とかしてるってことでしょ？暇なのよ。俺もそうだった。昔。これやんなきゃなーとか思ってたけど、めんどくせえからまたでいいやーっつって、ギリギリまでやって、あ、ギリギリで、うわ、大変だーっつって、わーってやって、片付けて、はぁ、なんとかなったってしてるわけ。それって追い込まれないと物事を進められないんじゃなくて、日々にやることが少ないだけ。でもその追い込まれたらやれるって人はやるから。毎日求められる何かがあったらできる人だから、あんまりこう落ち込まないでいいと思うよ。俺もそうだったから。だから俺とかこんなやる気あんのに、なんで俺こんな仕事ねえんだよとか、なんで俺こんなヘボいポジションなんだよって思ってたけど、だからこんな暇なんじゃんとか思ってたけど、だからなかなかやんなきゃいけないことを後回しにしちゃうなみたいな時期があったの。20代そうだと20代後半。こんな能力高いのになんでこんなゴルフ上手くなんねんし、なんかうまいこといかねえなとか、まあでも、なんかの時頑張ろうとか、なんかいろいろ、その後30代前半とかもそうだけど、うまいこといかなかった時期そんなんだったけど、でも俺やろうと思った時やるよな。しかもまあまあうまくやるよな。なんとか帳尻合わせるなとか思ってて、でなんかお仕事いっぱい来るようになって、そしたらもうずーっとそういう時間が続くから、追い込まれて物事を始める時間がずーっと続くから、そしたらもういい仕事すんのよ。うん。だからあなたはね、多分まだ暇なんだよ。その暇から脱却して自分の仕事を増やした時にあなたの進化が、はい、発揮させられるかもしれない。